ここにもいない。どこかで挟み撃ちにできるかと思いましたが、こうも見つからないとは。これで学校の中は大体探したよね。もうリンちゃんが見つけてくれたのかな。ウミちゃん、エマさん、リンちゃん、おかえりなさい。どうでしたか？二人は捕まりましたか？ごめん、実は途中で二手に分かれられちゃって、とっさにチカさんの方を追いかけたんだけど。そうですか。チカちゃんたち、もしかしたらもう学校を出ちゃってるかもしれないね。だったらもう見つけられないにゃ。町の中を探すのは大変だよ。いえ、二人ともまだ敷地内にいると思います。次こそ必ず捕まえます。でもどうやって？リン、チカたちが二手に分かれた時、二人がどんな様子だったか覚えていますか？二人の様子？別に変わったところとかはなかったと思うけど。あ、ルビーちゃんがちょっと走り方フラフラしてたかも。うん。リン、戻ってきたばかりですが、エマと一緒にもう一度ルビーを探してもらえますか？私も一緒に行くの？はい、おそらくルビーはペース配分もせず慣れない学校を走り回ったことでかなり疲れているのだと思います。ならばあまり移動せず、身を潜めやすい場所で体力の回復を図っているのではないでしょうか。なるほど、それならルビーちゃんの方を追いかければよかったにゃ。逃げ回るのはルビーの本意ではないはずです。見つけたら説得して部室に連れてきてください。わかった。でもそれじゃあウミちゃんは一人でチカちゃんを探すの？リンちゃんから逃げ切ったってことは、チカちゃんはそんなに疲れてないよね？大丈夫、私に考えがあります。ただいまにゃん。ルビーちゃん見つけたよ。おかえりなさい、三人とも。おかえりなさい。チカちゃん、本当にウミちゃん一人で見つけちゃったんだね。すごい。どうやったの？特別なことはしていません。部室でずっと待っていたのです。ここで？押してダメなら引け、追ってダメなら待ち伏せです。